える角巻わかめです。同じく講師のししろぼたんです。今日は海外からやってきた生徒のお二人に日本についてのいろいろなことを教えてあげちゃおうという企画になっております。ホロライブイングリッシュの高梨キアラです。ホロライブインドネシア行き生アリアニヨフィフティンでございます。お二人日本語うまいよね。ねえ、どうやって勉強したの日本語。キアラは本とか先生とか一切使わずに日本人と会話だけで日本語を覚えました。なるほど、すごいな。そうなんだ。ユフィが好きな乙女ゲームって日本語ばっかりじゃないですか、うんうんうん、当時あまり英語の版とかそういうのがないからもう日本語勉強しちゃうぞみたいな感じでパッションでやり抜いた。おー、すげえ。今まで勉強してきた日本語が正しいかどうかわかんないから今日は私たちが先生になっちゃうかな。先生お願いします。お願いします。それでは授業を始めていきましょう。行う授業内容はこちら。どどん、早口言葉です。二人は知ってる早口言葉。あ、知ってる知ってる。早口言葉ですね。日本にはね、面白い早口言葉がいっぱいあるからね、キアラちゃんもイオフィーちゃんも楽しく勉強していきましょう。おー、期待です。早口言葉クイズイエーイ、スタートしようぜイエーイクイズ。渡部先輩が早口言葉を3回続けて言ってくれるんでしょ、最初に。で、渡部が何を言ってるかをキアラとイオフィーに当ててもらう。第一問、行ってみましょうか。それでは、ワタメはなんて言ってるでしょうか。隣の客はよく客中中中だ。隣の客はよく客中中だ。隣の客はよく客中中だ。なんて言ったか分かりましたでしょうか。なんてだって。分かるよな。じゃあ、キアラから。なんか宇宙って聞こえた。宇宙隣の何隣の宇宙人1ミリぐらい伝わってるね。1ミリ伝わってるね。もう一回ちょっとワタメお願いします。ちゃんと聞いてよ、いくよ。隣の客はよく帰ってきてた。隣の別に別にだわ。合ってるよね。すごいワタメの言ってることはもうトレースしてるもんね。あれこれワタメが悪い。わかったわかった。リン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 。はいはい、キアラさん、はい。お、隣のかき氷はよく食うなです。わー、惜しい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 。ちょっとボタンちゃん言ってよ。私、わかりました。じゃあ行きますよ。隣の客はよくかき食う客だ。あ、うまいね。おー、ね、隣の客はよくかき食う客だ。正解。ビボビボビボ。ちょっとね、ワタメのね、スキルが足りなかったね。隣の客はよく食うかき、隣の客はよく食う客かくだ。隣の客はクキワキキフフフ KFP 最高です。ガン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 。隣の客はよくかききゅうかききゅうだ。隣の客はよくかききゅうだ。隣の宇宙人はかきを食うなです。次の早口言葉はこちら。この竹垣に竹立てかけたの。竹立てかけたの。竹立てかけたの。この竹垣に竹立てかけたの。竹立てかけたの。竹立てかけたの。この竹垣に竹立てかけたの。竹立てかけたの。竹立てたんだよ。聞いたことある。分かった。竹立て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 。やべ、竹しか伝わってない。もうちょっとゆっくり、もうちょいもうちょい。じゃあ2人でちょっとゆっくり読んでみる。ゆっくり、オッケー。この竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけ たいや全然わからん。これでもリズム感がないように感じた。あ、じゃあ、わたべリズムに乗って言ってみて。よ、よ、よ、この竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけた。よ、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 いい感じ、いい感じになった。わかった。じゃあ、リズムに乗って答え言ってみて。よ、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 この竹垣に立て立てかけたのは竹立てかけた
ガラタケタベかけた。わあ、なんかできてる。いけんじゃない？できたんじゃない？言ってたのはこちらです。どん。この竹垣に竹立てかけたのは竹立てかけたかったから竹立てかけた。聞いたことがあるからなんとなくこれだなと思って。あ、なるほど。この竹垣に立て、この竹垣にかか、この竹がこのこのできない。爆発しそうだよもう。頼んだぞイオフィ先輩。みんな目が死んでいく。いきます。この竹垣に立てかけたのは竹立てかけかったから、竹立てかけた。なんか前の方がうまくできてた気がするヨフィ先輩。確かにリズムがあるからね。それはこれでね、日本語力も上がったんじゃないでしょうか。早口言葉この辺にして次の授業に行きますかな。続いての授業内容はこちら。どどん、ことわざです。ことわざ。わため先生、ことわざとは何なんでしょうか。ボタンちゃんに聞こうと思ったのに。言葉の技ですよ。ええ、うん、言葉の技。言葉の技。いや、技。つまりどういうことですか、ボタンちゃん。ことわざはなんか昔からの人が教えてくれる教訓とか、一つの文章にした言葉。さすが先生だな、だと思います。ちなみにね、まあ、この辺からね、まあ、私たちに渡されてる台本がスッカスカなんで、私もわためもどのことわざを教えるのか全く知りません。まあ日本のことについてはね、わため先生とボタン先生は詳しいので、はい、大船に乗ったつもりで、ついてきてください。ついてきてください。本日教えることわざはこちら。どどん、どどん、鬼の犬間に洗濯。聞いたことありますか。鬼が来るから夜にはコインランドリー行っちゃいけないってことですね。多分違うと思うんだけど。日本人だってどういう意味だ。詳しく。鬼ってこれ、なん、嫁かな、嫁の犬間に。世の旦、あの、旦那さんのなんかなのかな、違う。あれ違う。旦那？そんなわけないよね。私たちの方は正当ですから、先生たち教えてくださいよ。教えてくださいよ。やがため、教えてあれ。わかんないよ。旦先生、教えてよ。わたい先生。これ、自分を脅かす人っていう意味なんですよ、この鬼が。怖い人がいない間はのびのびできるよねっていう意味の確かことわざだったはずです。それ正解がね、あるらしいので。あるの？見てみますかな。どどん、リリン。上司や先輩など怖い人や気兼ねする人がいない間にくつろいだり息抜きをすること。洗濯はそのままの意味ではなく、心の洗濯とも言うようにリフレッシュすることを例えている。なるほど。なるほど。すげー。イオフィーにとってこの鬼って誰かいる？鬼見とけないと。鬼というほどでもないですけど、うちのマネージャーさんかな。優しくしてあげてくださいマネちゃん。じゃあ次のことわざこちらです。え、なにこれ。ん、なにこれ。おいなに鳥を柵に、なんだろう。なにこれ。鶏を柵にいずくんぞ、牛刀を用いん。イオフィわかる？全然です。わため先生も全然です。これってキアラに何か言いたいことあるのか。ウエイさん、なんか感じるよね。キアラはニワトリじゃなくて不死鳥なんだよ。似てるようで違うんです。一回裂いてみる。ホラーゲーカル。牛刀、あの牛をズワーってやるでっかい捌くやつですね。それで鳥を裂くってことだから、キアラじゃない、キアラじゃない。キアラを裂くにいずくんぞ。牛刀持ちん。
鶏を牛刀で切るなんてやりすぎっていう意味、うん、あーなるほどね。あでもぽいぽいぽい、わざわざそんな大きいの持ってこんでもええー、やそんなちっちゃいのでええー、やわざわざねえなせやなマジで。正解見てみましょう。ナイスお父さん正解だ。イエーイキュルちゃんもしてみたいだね。やったーやもうこれを見たらなんかそのまんまって意味なんだよね。ねえ意外とね、割とことわざはそのまんまの意味が多いかな。ねえ確かに。まだまだ教えていきたいところなんだけどね、以上と思います。はい残念、どうだったみんな勉強になりました。楽しいですね。パチパチ、今度配信でうちの視聴者に教えてみようかなと思います。あ、いいねいいね。そうで最後にちょっとわためからオリジナルのことわざを送りたいと。オリジナルって台本に書いてあるんだよな。見られた。聞きたい聞きたい聞きたい。心して聞いてください。ホロライブ入れば立派な芸人に、これは川柳やないかいって、ほらこれは川柳やないかいって、ちょ、死んでないで待って、死んでないで今度はね、俳句川柳教室をねやりたいと思います。やるのか。ありがとうございました。じゃあ締めはイアラちゃん、イオフィーちゃんお願いします。この動画の高評価とホロライブ公式、そして私たちのチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。